ケンジ、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ？酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか？もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。賊に返す金は持ってきたのか？もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか？嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ？3度。どうやってその肉屋と知り合った？以前島見れ太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。島見れとやらはどうなった？それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。帰り見るべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。起こさずに賢治を守らねば。なんでまたこんな偏僻なところ。ここなら俺が丸腰だとよくわかるだろ。またご冗談を疑うもんですか。金はどうして？もちろんここに。まったくどうしてこんなことになったのか。足にもさっぱりだな。まあ気にすることはない。金の話をしたいわけではないから。欲しいもんでも仕入れましょう。アザボウラに行ったことはあるか？それはもう飽きないね。ええ、でアザモの出の漁師と知り合って話を聞いたんだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデタラメですよ。分かってる。だが一つ気になってな。クロードが現れる前、村にアキウドが来て猛虎に酒を振る舞っていたそうだ。そんなんじゃおまんま食えませんね。だが敵の目を欺くことはできる。そのおかげでクロードは村に入れたんだからな。つまりクロードは
日頃逆売りに化けてるってことですか。いいや。そんで望みは何でしょう。ん、あざもの魚介とかどこにいる。え、とぼけるな。クロードだ、連れてきているのだろう。それって、おかしい。笑っていろ、その舌抜いてやるぞ。ああ、お元気で何より。何、ああ、お元気で何より。助けて、お元気で何より。誰かいるぞ。おっ、助けて。嫌だ、このままじゃ死んじゃう。歯止めは本気だ。こんなところで死んでください。大川でおるぞ。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千亡きことに命を落とすのだ。千内なんて、全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。